ザッポです。雨のガレージ、洗濯物に取り囲まれて、作業スペースが取れないんですけれども、今日は、リアのね、リアというかスプロケをね変えようかなと思ってたんですけれども、その前にやっぱり気になってたこっちね、フロントのディスクブレーキの機器音ね、わかるかな、これこれね。でこの原因はよくわからないですね、わからない。確かにパッドとディスクが擦れて、以前調整したところとまたずれちゃったのか、重いところとねやっぱり軽いところがあって、重いところがこの辺かな、でやっぱりこう擦れてる音がすると、で軽くなるとスーッと回るんですけど、こう止まるねっていう。でこの原因がね、もうホイールのこの中のベアリングの歪みなのか、ホイールなのか、シャフトなのか、まあこのパッドのブレーキのね、どこかの偏りなのか、パッド自体のね、あれ真っ暗になっちゃったな、パッド自体の歪みなのか、もうディスクがね、もうそもそも最初から信頼性がないんで、まあ全部ですけどね。でどういうふうに補正しようかな、修正しようかなって思ってるんですけど、まあ、僕のやれるのはもうやっぱりこの取り付けとね、もうここの間に映ってるかな、これ暗いからね、ここのって言ってもわからんな、以前動画したっけな、まあこのフロントのディスクブレーキのほんの少し、あとコンマ1かコンマ2とかそういう世界だと思いますけど、向こうに寄せてやる、まあ、指紋を増やすというか、まああれですね、アルミ缶を切り取って、指紋代わりにしてるんですけど、まあ、それをもう一回微調整するかですね。そこの、この擦れるね、これをなんとかしないとやっぱり乗ってても気持ち悪いですし、いずれねこのディスクがどうかな、やっぱりこう後でもう一回取り直しますけど、このね削れのね感じからすると、あここかな、ここわかるかな、ここまで来てここからこう徐々に外側が削れて、スーッと削れていってるんで、この辺りから当たりが、あそうね、この辺りが当たりが強いね、ちょっとカメラじゃわからないかな、あここでまた変わるね、軽くなった、軽くなったっていうことは、やっぱりディスクのね削れ具合、ここだね、わかるかな、ここがちょっとこっちとこっちとね光具合が違うでしょう、ここだな、重たくなった、明るくなった、ちょっとねもう一回確認しますけど、ちょっとマジックつけてねやってみるかな、よしと、はい、ザオコです。雨のガレージ予告通りですね、このね前と後ろのスプロケットを変えようかなと思っていました
ました。でね、作業スペースの関係でやれるスペースはね、こうやって何とかね確保したんですけど、気分的にね、気分的にというかさすがにまずいなって言ってるの、思ってるのはもう動画でわかると思うんですけど、ここのねフロントのね泣き、ブレーキの泣きがまたひどくなってきて、でさっきで、ね、動画で撮影してたんですけどうまく撮影できなくて、まあカメラの都合と私のやり方の悪さとかいろいろあるんですけど、わずかにやっぱりね、ブレーキと、パッドとディスクが擦れてる、で重いところと軽いところがあって、それを調整しないといけないんですけれども、原因がね、根本的な原因がね私ではちょっとつかみ取れないというかわからないんで、もうほんとコンマ1ミリ2ミリの世界なので、きっとどこまでね手をかけて直すかっていうところもあります。でまあこのロンシンはねあまり、手をかけたくないというか、そこそこで楽しむつもりで組んだもの、組んだというか、まあ、組み上げることが目的だったんで、まあ、そこそこ状態維持できればいいかな程度に考えてますから、まあ、一番怖いのはベアリングですね。ベアリング、ホイールのベアリングがまあおそらく、悪い、品質のあまりいいもんじゃないんで、それがそこに行っちゃった原因だったらえらいことになりますけれども、まだねハンドルがブレるとかそういうひどい状態じゃないので、もう少し様子見たいと。で、ホイールのセンター出しもね微妙にまあずれてるんですけど、まあこれぐらいかなっていうところもあったり、いろんなね要素が絡み合ってるので、当面ね、まあここのね取り付け、ブレーキ、フロントのディスクブレーキの取り付けのセンターを微妙にずらしてやるっていう手で回避していこうかなということで、今朝はね、今朝はというかこの雨のガレージ、幸いねみんな今出かけてくれて、静かなんでゆっくりやろうかなと、まああと30分ぐらいしたらダメですけど、そんな感じで、フロントのじゃないや、ここね、ここねカバー外してね、ちょっと後ろのタイヤ外して、交換しようかなと思ってたんですけど、前後ろのスプロケね、今日はねちょっと気分的にゆとりがないなんで、まあフロント、とりあえず今日はなんとかフロントをもう一回、直そうかなと、軽減させようかなということにしたいと思います。ではよいしょ。で、今やってるのかな、このマジックでこんな感じでつけていけばいいかな、マーキングしてなんとなくね、どこがもう当たってるかっていうのはわかるんですけど、あ、もうわかりますね、ここ真ん中が外側じゃなくて内側が、あね、やっぱりね、ここね、ここからね、こういう感じで当たりがね強くなるんですよ。ここからここまでは一定、ここまでは一定の幅でこう削って出て、この辺りから当たりが強くなって、マジックも全部消えてますもんね。で強いな、ここが強いんだ、真ん中が強いんだね、外側は当たってないんだ、ね、そういうことです ね
外側はもう全然当たってなくて、内側が当たってると。で、特にこの辺りは全部当たってるので、この辺りは、だから、おそらくこっちに触れてる。この辺りは強くなるんで。全周あ軽いところはあるんですけれども、軽いところはこの内側だけが削れてて、重くなるところが重くなるんだよな。ここか、この辺軽いんだよな、この辺軽いんだよな、ここ軽いんだよな、ここは軽い、ここは軽いけど削れてる、ここは軽いけど削れてる、なんでだ、ここからなる、ここからなる、ここが重い、ここが軽くなる。でも削れるんだよね。え、どういうこと？ですね、今このフロントディスク、ブレーキの取り付けのボルトをこう緩めて、で回してたら、白い現象が、軽いところと軽いところ、これね、ロックしたみたいにコツンと当たるんですよ。ここでこの位置で、ほら、そこなんかコツコツって止まっちゃうんですよ、ピタッと。ほら、ほら、もうね、はい、これが、これが怖いですよ。なんでしょうね、これは。で、出てきました。これがかましてたシムもどき、よっ、はい、こんな感じ。ちゃんと機能してる。ワッシャーと、あとね、あ、これ取り付けんと簡単かな、あとジュースのアルミのね、缶の切り出したやつね、多分これが微妙でね、この厚み加減が、要するにブレーキパッドの位置を内側に少し寄せてるんですけど、寄せないと最初はね全然気がつかなくて、エンジン かかった時はね、嬉しくてすぐ乗っちゃって、で、うちに戻ってくる途中でなんかおかしいなと思って、ガレージでもう全然押し引きできないぐらい当たってて、ああ、これいかんと思って、で、その加減調整をこういうワッシャーでやってたんですけど、これ何回かやったんですよね、もうすでに。で、いい位置が出てきて、お隣も減ってきたんですけれども、
またずれてきたと思う。これは暗くて見えないかな。見えないかな。見えないかな。銃は、見て素人を見ても分かりませんね。ちょっと今カメラ見えない。おお、外れた。これでいいのか。そういうこと。こういうことか。こういうことか。違うな。そういうこと。削れてるね。反対側、こっちもそうね。削れてるね。立ったところが。よし。ちょっとやすってグリス入れるか。入れてみましょう。よいしょ。はい、登場。ブレーキパッドグリス。今ね、パッドを外して、で、外側のね、外周のバリみたいなものを軽くやすって落として、もうでも光の加減でわかるかな、わかるかな、ちょっと肩当たりしてるみたいな、肩よって、そんな感じね、そんな感じ。がありました。で、外周をぐるっとヤスリでなぞって、まだ少しあるかな。もう少し落とそうかな。もう少し角を面取りして、で、裏側のここの部分に、気休めかもしれないけど、グリスを少し塗って置きたいと思います。ちょっとね、これ動画撮ってる余裕がないというか、ちょっと一回止めよう。こんな感じ。ちょっと塗りすぎだね。ちょっと塗りすぎだね。まあいいか、こんなもんしとくか。こんな感じ。今日は撃沈ですね。1日かかっちゃってもできません。残骸でね、残骸、結局スペーサーをたくさん組み合わせたりなんかしたんですけど、記号というか、ここにこの間に入れるスペーサーの寸法が、厚みがね、いわゆる市販のよく売れてる筋のワッシャーにはなくて、で、結局またアルミ缶を加工してワッシャーのシムを作りました。これでうまくいかなければもう手上げって感じです。